これをやれば全てが決まるブレイクダウンの魔法はい、ということでですね、すごいね、シンプルな動きではあるんですけど、まあ、これをやることでみんなの、特に、ね、ヒップホップの踊りは、すごいビルドアップされると思うので、ぜひ、この動画、繰り返し見て、自分の中にしっかり落とし込んでください。はい、それでは、今回のレクチャーは僕が、大切にしている何でも決まるブレイクダウンの大切さコーナー、はい、と題してやっていきたいと思います。というのはですね、まあ、ヒップホップはね、いろんなジャンルも、入っているし、オールドスクールから、まあ、最新の動きまで全部を、ね、取り入れて、こう今の曲に、合わせて踊るっていう、こうどんどん進化してきて、ジャンルになっていると思います。常にこうずっと新しい、ステップだったりとかが入ってくる、ジャンルだと思うんですけど、まあこれをやってればどんな時代の踊りだったりとか、まあ、どんな踊りをやっても、決まるようになる、嘘のようなステップという体の使い方があるので、それをですね、皆さん本当は教えたくないです。本当は教えたくないんですけど、伝授したいと思います。はい。あと、まあ、みんな知ってると思うんですけど、まあ、これをね、やってるのとやってないのじゃ、だいぶ違いますので、ぜひ、練習してみてください。はい。ということです。まあ、ブレイクダウンって、何ぞやっていうところではあると思うんですけど、まあ、よくね、言われてるのは、こういうステップですね。ステップじゃない、こういう体の使い方で、これは何かというと、まず1個目、こういう前乗りの、ね、いろんな、名前を教えられると思うんですけど、ウォーク、この動きがあります、まあ、腰が後ろに行って、体が前に行く、腰が前に行った時は体が後ろに行く。で、ブレイクダウンはこれの、横バージョンございます。なので上半身が右に行った時は腰が左に、上半身が左に行った時は腰が右に、つながった状態ですね。つながった状態、はい、これがこれは胸だけ、これは腰と胸はつながってます。これ腰だけ、これは腰だけつながってます。ブレイクダウンは右に行ったら行った分だけ左、左に行ったら行った分だけ右、これだとブレイクダウンじゃない。ここがつながってるので左右対称です。左右対称、 OK。 なので、体のシルエットをやっぱりこう美しいとかかっこよく見せるというときは、やっぱり人はシンメトリーの動きを、かっこいいとか美しいなとかって思います、うん。顔とかもそうですよね、こっちとこっちで、新芽の顔が美しくされる、うん、なので動きも、ね、自分の中心から右に行った分左に行った分、新芽と言います、うん、左右対称を意識してやってみてください、うん、まずこの動き、右左右左右左右、左、中心はここです。はい。で、はい、ここにペットボトルがあります。こう例えてください。で、ここにセンター、中心があります。ここが上半身、胸の部分、ここが腰の部分です。ここは中心にして、こういう動きをしています。なのでこれどっちかが行き過ぎちゃうとこうなっちゃう、どっちかが行き過ぎちゃうと、どっちか行き過ぎちゃうとこうなっちゃう。これがこのまま、このまま力入れすぎず、どっちかが行き過ぎず、自分のバランスを保ちながら
ブレイクダウンしてあげます。はい、まずはこれ一つ。はい、で二つ目に大事なのは、ここに芯に力を入れないとやっぱりつながりません、上半身の下半身、うん、ただここに力を入れるとやっぱりここにも力入っちゃいます。だから最初の練習している状態ではここに首があるとしたらここまで力入っちゃう。でこうなるとやっぱりちょっとかっこ悪い。はい、なのでここをリラックスするためにうなずきながらやってみてください。うなずきながら、はい、でもしうなずきながらやるのが慣れてきたら、今度は右の場合は左の方、左の方は左に行った場合はちょっと右の方に倒して、これでうなずきます。はい、そして自分のいいシルエットを探してください。うん、まあ、首もそうなんですけど、まあ、先生のやってる通りにやっても私なんかかっこよくならない、先生みたいにならないんですっていう人は先生と全く同じようにやっちゃってるからです。先生は先生、自分のシルエットっていうのは自分の正解があります。だから自分を鏡で見て、あ、ここが私はこう決まってるんだなと、ここに置いてあげると、あ、俺かっこいいなと、ここかわいいなと、自分の角度があると、そこを必ず探し出してそこにしか行かないようにしたい。自分の角度、うん、これはもう本当に一人一人違うと思います、うん、自分がこうやったら、あ、なんかポージングかっこいいな、うん、かわいいな、かわいく決まるなっていう角度があると思うんで、それは鏡で自分で研究してください。はい、これ二つ。二つ目は首が固まっちゃうから、首をリラックスするためにうなずいてやるし、はい、OK、うん、で3つ目は、まあ、これはまあ、やる中で練習して いけば習得できると思うんですけど、下になった時、膝を曲げた時、これもやっぱり膝を曲げると腰が固まっちゃうんで上半身だけでやりがち、うん、これも別に間違った動きではないんですが、この時も腰はちゃんと動いてます。左右対称を意識して腰からちゃんと動かせるようにしてください。はい、 OK、 せーの、えい、ワン、ツー、スキー、フォー、ファイ、シックス、上下、ワン、ツー、スキー、フォー、ファイ、シックス、ハイヤーク、ワン、ツー、スキー、フォー、ファイ、シックス、セーブ、えい。はい、ということで、まあ、これをね、ブレイクダウンを自分の中で、研究して、習得すれば、もう本当にどんなね、角度、どんなステップになった時もちゃんと腰と体の角度がつきます。どんな動きをしたらと、うん、なので、なんか決まらないなっていう人はまずね、このシルエットを自分で決めて、ここにしかなんないように練習してあげてください。はい、そうするとどんな、まあ、ロッキンとかもそうですね、うん、普通にランニングマンをしました、うん、めっちゃ体を動かして頑張ってるんだけどなんかかっこよく見えないっていう人をブレイクダウンやるとちょっと変わってきますね、うん、普通にボックスを踏んだ時、ボックスっていう風に、ブレイクダウンができれば、すごいね、一個一個のステップとかもダンスになってくるから、ぜひブレイクダウン習得して、やってみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。すごいね、シンプルな動きではあるんですけども、やっぱり自分が、しっかり可能シーンを意識しないと、できない。で、意識しすぎても、できない。っていうね、すごいバランスが難しい動きになってると思います。でも正解はあなたの中にっていうのを忘れずに、
自分の角度を研究してください。ただ見るだけ、真似するだけじゃやっぱりそこまで行き着きません。見て研究してください。そしたら自分のいい角度が決まって、どんな踊りもかっこよくなると思うので、研究して皆さんぜひ練習しまくってかっこよくなってください。じゃあですね、この、振り付け、もし踊っていただけましたら、ぜひハッシュタグチャリコレオのタグ、そして僕のインスタグラムのアカウントチャリツーダンスをつけて送ってください。そしたら僕も行けるので、ぜひチャレンジして僕をメンションしてください。よろしくお願いします。この今僕が着ている T シャツなんですけれども、なんとこれ僕がデザインしました。ちょっとですね、この文字が書いてあるんですけれども、どっちにビカもないんです。 Each with its own color ということで、点はですね、点はやがて線になる、それぞれの色をまとってですね、みんなの努力がこれからつながって未来に続いているよっていう超ポジティブなメッセージを込めました。はい、なのでこれをね、着ることで、今やってる努力だったりとか、楽しいことだったりとか、絶対ですね、次につながっていって、みんなの明るい未来を作っていくっていうメッセージになっておりますので、これを着て最高の気分でダンスを踊ってほしいなと思います。で、これですね、ちょっとプリントがちょっとぷくっとしてて、すごい可愛いんですよ。触っても可愛いですし、見た目もすごい可愛くなってるので、ぜひみんなで手に取っていただきたいなと思います。よろしくお願いします。販売のリンクも概要欄に貼っているので、ぜひそこもチェックしてみてください。で、僕ですね、アパレルブランドもやっておりまして、リルビットベターというブランドもやっておりますので、ぜひ、インスタの方でチェックしてくれたら、そちらも嬉しいです。はい、そちらも概要欄の方に貼っておきます。よろしくお願いします。あとですね、私、チャリ通ダンスオンラインという形でオンラインレッスンもやっております。インスタグラムで、チャリ通ダンスオンラインで検索していただきますと、リンクの方にね、詳細なども飛べるリンクがありますので、ぜひそこに気になって、詳細チェックしていただければいいと思います。今回レクチャーしたような感じで、毎月週1回超入門のレッスンとコレオグラフのレッスン、週1回やっておりますので、ぜひ、皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。私もまた登場すると思いますので、その時はまたぜひ皆さんよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー。